皆さんこんにちは。今回は1週間の夕食第3弾、チーズ料理にスウェーデン料理、1年ぶりに食べる感動の日本食に、日本では絶対食べないザリガニ料理も、ちょっとだけ豪華な夏の夕食7日間をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。記念すべき夕食1日目はヨハンが外でクッキング。でもその前にキッチンで材料の紹介と下準備をしたいと思います。こちらが今回使う材料、トウモロコシ、アスパラにスナックパプリカ、グリルチーズと呼ばれるハードタイプのチーズ、裏返すとこんな感じです。そしてマッシュルームにソーセージ、牛肉が安くなっていたのでそちらもゲット。そしてスウェーデンの主食ジャガイモは夏に採れるエステッレと呼ばれる小ぶりの種類をチョイス。皮が薄いのでそのままでも料理に使えるんですが、ヨハンは今回皮を剥き、さらに小さくカットしていくみたい。今ヨハンが切っているのはスウェーデンのさつまいも、色がオレンジで味は日本のさつまいもとかぼちゃの間みたいな感じです。加熱すると甘くて美味しいので、ポテトと一緒にオーブンプレートに並べていきます。ここでキッチンをうろつくジェマを発見。ジェマは日向ぼっこが大好きなので、誰かがキッチンにいるとこんな感じでジェマも後ろから見守ってくれています。じゃがいもとさつまいもはオイルをかけ塩コショウで味付けをし、200度のオーブンに投入。お次は外でバーベキューする食材を続々と切っていきます。このグリルチーズを切る音、キュキュキュッと言ったの分かりますか？このキュキュッとする食感が苦手な人もいるんですが、焼くと最高に美味しくなるので、日本の皆さんにもぜひ食べていただきたいチーズです。スウェーデンではどのお家もキッチンが IH だからか、私たちも直火で調理するときに出るこの炭火の香りが大好きで、夏になると毎週必ずと言っていいほど外で焼いたお肉やお野菜をいただきたくなります。そしてここで愛犬2匹にとって思いがけない嬉しいサプライズ。 Go ahead。 外でソーセージを落としちゃったので、ワンコたちにもお裾分け。食材に火が通ったら順番にこうやって回収していきます。同じ頃キッチンでは、だいぶいい感じに焦げ目がついてます。ちなみにこのオーブンシートは何度も使える布製のもの。美味しそう、食べましょう。私はスーパードライ、いただきます。この時気づかなかったんですが、ジェマがお得意のメロメロビームを発信していました。今日作ったのはヨハンさんです。すごい汗かいたね。So warm also。 暑そうだったね。 And the sun。 ありがとう、ありがとう。いただきます。炭火でじっくり焼いたので、食べる前からめちゃくちゃいい香り。気になるそのお味は？美味しい？Okay。 よかった。美味しそう。そしてアバターを見て楽しみたいと思います。言わずもがな、めちゃめちゃ美味しくて、久々のスーパードライも2本いただいてしまいました。それでは次の日の夕食に行きたいと思います。皆さんこんにちは。今日は1年ぶりぐらいにお寿司を作りたいと思います。今回はこれを使います。じゃじゃん。お米を今から3合炊きたいと思います。スタート。今回のお寿司に使う材料はこちらです。こちらが地元のサーモンに、冷凍で買ったホタテ、そして卵とアボカド、人参に色とりどりの
トマト、梅干しにサラダ、きゅうり、そしてヨハンがね、実は魚があんまり好きではないのでベーコンと、アスパラも入れてあげたいなと思います。今回はスウェーデンで手に入る食材で手巻き寿司を作るんですが、皆さんだったら他にどんな食材を入れますか？ぜひコメント欄でシェアしてくださると嬉しいです。まずは野菜をカットしてお皿に並べていきます。開けます。そしてここにもジェマを発見。こちらは日本米ではなく、スウェーデンのクリスマスにサンタ用のミルクがゆを作るときに使う粘り気のあるお米。これ切り口って書いてあってめっちゃ開けやすい。スウェーデンで日本米を買おうとすると結構お値段しちゃうので、私たちはこのお米で代用しています。ちなみに大型スーパーに行くとお寿司コーナーがあって、お寿司用のお米が1キロ1000円前後で売られています。その他にもみりんやごま油、酢飯用のお酢も手に入り、こういった巻き寿司用の大きめの海苔や巻き酢まで手に入れることができます。私もたまにここに来て何か新しい日本食増えていないかなとチェックするのが楽しみなコーナーです。実はこの日のトッピングで私が一番楽しみにしているのがこちらのホタテ。お値段は 150g で1200円以上。1、2、3、4、5、6、7、8、8個入りなので1つあたり150円ちょっと。冷凍で売られていたので軽く湯煎してお刺身としていただきたいと思います。わー美味しそう。これこれ今から切っていきます。え、これ皮付きだった。私がちゃんとパッケージを読んでいなかったせいで結構イメージと違うサーモンをチョイスしてしまいました。思ったサーモンと違ったんですけど、これもきっと美味しいと思うので、地元の魚屋さんのサーモンです。こちらは私たちが普段行かないちょっとお高めのスーパーなんですが、こんな風に鮮魚コーナーが設けてあって新鮮な生魚をゲットすることもできるみたいです。そして最後に卵を薄く焼いて錦糸卵風にカットしていくと、ちょっとバタバタなんですができてきました。こんな感じでいいかな。これがヨハン用のベーコンアスパラで、これがさっき作った卵です。すごくない？めっちゃ美味しそうじゃない？ほとんど切っただけなのですごくシンプルなんですが、スウェーデンで食べる手巻き寿司の完成です。いただきます。おいしい。おいしい。うまくない？うん、めちゃおいしい。それでは次は3日目。3日目はお姉さんがお料理の番。この材料で3品作ってくれるということで、それにちょっと感動しちゃいました。メインは苦労して見つけた薄切りの豚肉、それと生姜や玉ねぎと一緒に炒めるあの料理、そして和食に欠かせないお味噌汁にはこの具材を入れていくみたい。最後3品目はソーセージにズッキーニ、チーズで何かを作ってくれるそうですよ。こんな感じ？すごい。ちょっと中の糸わかめって書いてあるけど多分、長いんですよね。せっかくだけ長いのでも取れてるか。これだ。入れておくのか。これも一個入れる？すごい。入れてみよう。あれにしよう。雑穀入れてちょっと。おー、いいじゃん。見てもいい？うん。おー、すごい。めっちゃ彩りよ。千切りいいね。実はちょうどこの頃外壁を塗り直す作業が一番大変だった頃だったので、スタミナをつけるために生姜焼きを作ってもらうことに。もちろんこの日もジェマはキッチンで見学中。ブレアン、よかったね。こちらのズッキーニの炒め物はブラックペッパーとハーブソルトで味付けをして、最後にチーズを入れて完成です。
あ、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。それでは3日目いただきます。いただきます。日本の味です。生姜焼き。それはナイス。キャベツ巻きでね。キャベツも合います。じゃあお味噌汁からいただきます。じゃがいも、わかめ長あれがキラディって言ったやつ多分。どう、美味しい。よかった、食感が美味しい。うん、めっちゃ美味しい。甘いな。こんなわかめいっぱい入れることないけどめっちゃ美味しい。じゃあ生姜焼きいただきます。うん、美味しい。このズッキーニ焼きね。うん、うん、チーズ、ズッキーニとチーズとソーセージの味がします。よかったです。美味しいです。はい、じゃあ引き続き食べていきたいと思います。はい。折り返し地点の4日目はヨハンがザ・スウェーデンらしい夕食パンケーキを作ってくれます。材料はとってもシンプルで、牛乳に卵を、溶かしたバターをボウルに加え、そちらを混ぜていきます。ちなみにスウェーデンのパンケーキってきっと皆さんが思っているパンケーキとちょっと違うものなので、それも想像しながらぜひご覧ください。とここで出てきたのはヨハンが隠し味にしているバニラシュガー。小さじ1杯のバニラシュガーと小麦粉をふるいにかけながらダマにならないように混ぜていきます。もうこの時点でパンケーキっぽくない要素があるんですが、何かわかりますか？正解はズバリこの生地の薄さ。スウェーデンのパンケーキは日本のクレープみたいな感じなんです。ヨハンはベーキングパウダーを小さじ1杯分足して少しだけ膨らませているみたいなんですが、全然膨らまないのがスウェーデンのパンケーキの特徴。これを生地がなくなるまで全て焼いたら完成です。パンケーキです。イエーイ。パンケーキといってもね、あの薄いクレープみたいなケーキなんですけど。そしてここでさらなる不思議ポイント。 Grab it and then spin it。そうなんです。スウェーデンではパンケーキをこうやってくるくる巻いて食べるのが常識なんです。 The most traditional way is with jam。 ジャムを乗せたりして食べることが伝統的なので。ということで私はまずいちごジャムだけでいただくことに。そして温かさを保つためこんな風に四つ折りにするのもスウェーデンあるある。いただきます。いただきます。面白い。こうやってね、くるくる巻くのが面白いなと思う。あ、そう、生地には砂糖入ってないので。おお。I know people also eat it with like cheese. They can put meat in it. チーズ入れたりもできるし。You can make different like crème fraîche mixes with like tuna or shrimp or whatever you want. 私たちも実際にご飯系のクレープみたいにして食べることに。で、私は。チーズ生ハムで食べてみたいと思います。前回の1週間の夕食でワッフルが出てきたんですが、皆さんはご飯系のワッフルやクレープってありですか、なしですか？ぜひコメントで投票してくださると嬉しいです。おかずも、美味しい。もちもちだ。今日料理を担当するのは私です。今日はですね、この買ってきたピザ生地を使ってピザを2種類作りたいと思っていて、いつも使っているこのトマト、そしてケチャップ、ハムを乗せるバージョンと、ブロックチーズにブリーチーズ、ブルーチーズにモッツァレラチーズで、このクリームチーズもあったので5つかな、5つのチーズで作ろうと思っています。いきます。ではでは頑張ります。ここにね、225から250度って書いてあるので、まずオーブンを230度に温めます。チーズを削っていきます。
前回の休日ブログで出てくるチーズがどれも塊で大きいけど保存はどうしてますかという質問をいただいたんですが、袋か何かに入れて密封された状態で冷蔵庫に保管しています。スウェーデンではとにかくたくさんの乳製品が食卓に出てくるので、塊のチーズを2キロぐらい買っても朝ごはんや夜ごはん、金曜日のタコスなのであっという間に 2,3 週間で使ってしまうこともあり、毎回2キロのチーズを買うためにやばいなと思っています。今回は目分量で 300-400g ぐらいチーズを削りました。モッツァレラチーズを切ります。これ水に浮いてるので水を出します。モッツァレラチーズもうちの冷蔵庫にいつも常備してあるチーズの一つ。消費期限があまり長くないので買いだめはできないんですが、お値段は 100g あたり130円くらい。セールだとそれが100円以下になることも多いので、お手頃なチーズとしていろいろな料理に使っています。そして3つ目に出てきたのはブリーチーズと呼ばれる白カビのチーズ。日本でもよく手に入るカマンベールチーズと同じ感じで、中が柔らかい、とても食べやすい美味しいチーズです。これもピザに乗せていきたいので、こうやって小さくカットしていきます。そして最後にブルーチーズも切ります。こんな感じです。ブルーチーズは好き嫌いがはっきり分かれると思うんですが、私は好きなチーズなので今回これもピザに入れていこうかなと思っています。ということで、とりあえずチーズ完成です。次はここら辺からソース作っていきます。第1回の夕食動画でピザをヨハンが作ってくれていて、ソースは彼の方が断然美味しいのでそちらを見ていただきたいんですが、クラッシュトマトをベースに家にあったいろいろなスパイスを足してピザソースを作っていきます。塩も1つまで入れて、醤油小さじ2 結構ケチャップ入れないと甘さが足りないかも。ケチャップ、あと蜂蜜も入れちゃおう。蜂蜜、こんな感じで結構適当なんですが、一応ソースも完成です。スーパーで購入したフレッシュなバジルも収穫しつつ、実際にピザを作っていきたいと思います。2個いっぺんにやっていきます。まずはヨハンが食べる方のピザに先ほど作ったピザソースを乗せていきます。このフィラデルフィアクリームチーズをこっちに塗っていきたいと思います。で、次はチーズです。チーズはたっぷり乗せます。こっちもチーズたっぷり乗せます。手前の方のピザにはスウェーデンのピザのトッピングの王道ハムを乗せます。そして奥のピザには全種類のチーズを乗せていきます。オーブンに入れる直前、胡椒を振りかけ230度のオーブンで上下を交代させながら8分くらい焼くと完成です。できたよ。じゃーん、美味しそう。それではできたピザを今から食べたいと思います。おー、いつものピザはこちらで、今回初めて食べるのがこちらです。 It looks nice. 日本では美味しいピザってお値段が少しするイメージがあると思うんですが、ここスウェーデンではピザはファーストフード感覚。ピザのお値段はだいたい1枚1500円前後なので、結構気軽に友達と食べに行ったりテイクアウトすることも多いんです。それでは食卓に戻り、蜂蜜をかけていただきたいと思います。いただきます。もう癖があるブルーチーズ、早速食べちゃう。めっちゃ美味しい。モッツァレラと普通のところいただきます。うん、美味しい。成功、うん、美味しい。サクシー、いや、Very nice. ピザボトムですもん。うん、初めてこのピザボトムっていうのを買って、いつもはもっと薄いピザでやってるんですけど、これも美味しいね、うん、本当のピザみた
It's the better one. The one we usually get. そうそう、いつもの3倍ぐらいの値段したかな。ピザって奥が深いので、これからもっと上手に焼けるように頑張りたいと思います。今日はカレーです。じゃがいもは2種類使いたいと思います。で、持ってきてもらったこちらと玉ねぎ、牛肉のミンチ肉にほうれん草も入れるそうです。皆さんはカレーのお肉って何が一番好きですか？私たちがひき肉を選んだ理由は後ほど。この日は6日目ということで、1週間の夕食も残り2日。どうスウェーデンの人参美味しい。なんか生で食べてもすごい美味しいよね。うんうん、そう、あとスウェーデンのお肉は全然脂身がなかったりするから、本当に脂しかないといけないかったりしますよね。うん、前回の夕食動画ではお米が一度も出てこなかったんですが、お姉さんと暮らし始めてから久しぶりに食べる日本食や美味しい和食が増えて、私にとっては本当に嬉しいです。見て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 、ほらキューブ。そうそう、キューブだって衝撃を受けたね。おスウェーデンに暮らし始めて5年くらい経ちますが、いまだにスーパーでの買い物の失敗ってたくさんあって、今回は冷凍のカットほうれん草を買ったつもりがキューブの方を買ってしまいました。そして後ろを向くと、じゃじゃーん、いつも通りジャガがあそこに座ってます。不思議なワンコです。大人3人でカレー10皿分作ろうかなといろいろ準備していたんですが、意外にこんなに多くなっちゃったので、これとシチューを併用で作ろうかなというふうに考えてます。え、2種類あるじゃん。ハウスシチューミックス、クリームと濃厚仕立てがあるんだ。どっちがいいかな。じゃあこれをまあ3皿分ぐらい、うんうん、3皿分ぐらい分けて7皿分でカレーを作ります。本当に日本のパッケージって親切です。スウェーデンもこういうの書いてあることあるけど、絵まで書いてないからね。全部文章だけで、しかもこうやって色も書いてなくて文章だけで書いてある。日本のやつは子供でも分かるし、言葉が分からなくても分かる気がします。急遽同じ材料でシチューを作ることになり、7対3で分けようと頑張ってみたんですが、カレーとシチュー7、3で分けたつもりなんですけど、だいぶカレーの方が量が多くなっちゃった。91ぐらい。最後に牛乳を足してシチューが完成。カレーはね、結構私たちが思ったよりシャバシャバになったけど、でも味食べたら美味しかったです。美味しそう。それではヨハンを呼んでカレーとシチューいただきたいと思います。ひき肉のカレーを食べるのが初めてのヨハン。 It's mincemeat. うん、 I see, that's what this is. And what's this? シチュー。 シチュー? Okay. いただきます。すごい、めっちゃ美味しそう。美味しそうだね。うん、美味しい。美味しい。うん、肉ひき肉だけど美味しい。よかった。ごめんね、ブロック肉じゃなくて。そうなんです、スーパーにカレー用の牛肉を買いに行ったんですが、国産の牛肉はどれも高くてなかなか手が出せません。ここスウェーデンでも食品やペット用品など驚くほど値上がりしていて、家計がきついなぁと感じることが多くなってきました。皆さんから多くリクエストをいただいている2023年版のスーパー動画も秋頃に撮りたいなぁと考えているので、皆さんが見てみたいコーナーや特集してほしいこと、スーパーに関して気になることがあればコメント欄でシェアしてくださると嬉しいです。うん、うまい。うまいね。久々食べた。本当だ、うん、濃厚クリームシチューだ。美味しいね。Very good. それではラストかな。ラストの日に行きたいと思います。最終日だけ8月に撮影したものなんですが、
スウェーデンの夏の恒例ザリガニパーティーのご飯を皆さんにシェアしたいと思います。まずはパイ生地を220度のオーブンに入れ10分ほど焼いていきます。そしてお次は材料紹介。パイの中に入るのがこのヴェステルボッテンスチーズと生クリーム、そして塩コショウに牛乳、5個の卵が入ります。あと余ってたチーズ、三角のチーズが余ってたので、とりあえずこれで中身作っていきます。そして忘れちゃいけないのがメインのザリガニです。前はこれとこれ買って多かったので、今回はこれを買いたいなと思ってます。1年前はヨハンと2人で 1.4 キロ分のザリガニを食べることになり、めちゃくちゃ苦労したので、今年は3人分1キロのザリガニを購入しました。ということで早速チーズパイを作っていくんですが、作り方はびっくりするぐらい簡単。左に書いてある材料の卵、牛乳、生クリーム、チーズに塩コショウなどのスパイスを混ぜて焼くだけ。スウェーデンでチーズの王様と言われているヴェステルボッテンチーズを入れるのが伝統なんですが、スウェーデンのチーズって日本では手に入りにくいと思うので、その場合はパルメザンチーズやチェダーチーズ、ゴーダチーズなど皆さんが好きなチーズを入れて焼くのもおすすめです。ちなみに今回私たちは 450g のチーズを使ったんですが、スウェーデンの高級チーズと呼ばれるヴェステルボッテンスチーズでも1つ1200円ほどで買うことができます。今回は珍しくブライアンもキッチンでお料理を見学中。すごい細そう、うん、移入するよね、食べられませんよ。ここでパイが無事に焼き上がり、先ほど混ぜた中身を移していきます。わーすごい、なんかスイーツみたい。重い重い、こんな感じです。よいしょ、あとこれから40分待ちます。ザリガニを美味しくいただくためには、買ってきた冷凍ザリガニを食べる48時間前に冷蔵庫に移し、ゆっくり自然解凍させるのがコツ。急いでいるときは常温で素早く戻す方法もあるんですが、それだと風味がかなり落ちるとのこと。スウェーデンでは1人最低 500g から多い人では1キロザリガニを食べると言われていて、サイズが大きいものから小さいものまでいろいろあるので、一概に何匹とは言いにくいんですが、だいたい20匹から30匹くらいは食べる方が多いみたいです。チーズパイをオーブンで焼くこと45分。なんだね、思っていたより焦げちゃったんですが、でも初めてのパイにしては上出来だと思います。いただきます。ザリガニパーティーで食べるパンというのもあって、ヨハンがそのパンを切ってくれています。一匹目いただきます。私のお姉さんは日本のイケアでザリガニを食べたことがあるみたいで、今回のザリガニパーティーも全く抵抗がなかったみたいなんですが、私は最初ザリガニを食べるときはめちゃくちゃ抵抗がありました。せーの、うん、うまい、美味しい。ザリガニはシャコみたいな歯ごたえで、スウェーデンの場合ディルの風味が強くて結構美味しく、塩味が効いていてしょっぱいのでお酒にもめちゃくちゃ合います。1年に1回ならなんかわかるね、うんうん、なんか1年に1回楽しみって思ってなんていうと夏を楽しむって感じがすごくわかる、ね、この日もやっぱり食べていると最後には飽きてしまったんですが、でも3人で1キロ美味しく完食することができました。1週間の夕食動画いかがでしたか？外食編やドライブスルー企画など今後いろいろ挑戦してみたいなと思っています。なのでこれからもよろしくお願いします。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。私のこの夏限定のやつとヨハンのやつ、サイズすごい違うんですけど。